はい、さーい、大です。いやー、内地の冬はデージ寒いです。いや、沖縄育ちのね、僕にはもうたまらんですね。もう普段ね、練習するってなったらもうめちゃくちゃもう着込んでるんですよ。もう下から上からも内側からもいっぱい着て、でもう練習する前に車で体をいっぱい温めた後にもう気合い入れて頑張って練習してるっていうような状況なんですけれども、まあ、そういう時にね、なんかないかな、なんかないかなって探してたら、いい商品がおーいって飛んできたんですよ。あら、あったか商品がビンモリさんから届きました。なのでこれを商品レビューしていきたいと思います。はーい、まあ、こんな寒い時にね、こういうのがあったら便利だなって思ったところにちょうどいい商品が来たんで、これをちょっとね紹介していけたらなと思います。はい、何が入ってるかというとダウンでした。もっとあったかいやつですね。よかっためっちゃいい感じ。まあ、中に入ってるのはこのダウン本体と、あと洗濯ネット、USB の測定器、ユーザーマニュアル、この3点にあったかいのが入ってます。 1,2,3,4,5 5段階で温まってくれるようですね。ユーザーマニュアルによると 5V、 2.1A 以上のモバイルバッテリーを使用してこのベストを使用するようです。それをね、測定するのはこの測定するやつを使用してみたらいいということですな。あ、寒い寒い、 OK。 まあ、とりあえずね、寒いから温めてみましょう。それでは早速このぬくぬくを着てみます。今はね、ヒートテックにシャツ着てるぐらいですね。あが保証内容もなんと12ヶ月保証ついてるようですね。ありがたい。ヒートベストがお肌に直接触れないよう、必ずベストの下には他の衣類を着なさいと。まあ、それそうだわな、低温やけどするぞっていうことですな。自分の持ってるこのモバイルバッテリーと測定をしたらいいかなと。まあ、これで測定します。このボタンを直し、結構何色光ってる、なんか赤でブワーンブワーンって光っとるんですけど、スイッチの色が赤が80度、緑が70度、青が60度、赤と青が50度、赤と緑が40度だそうです。まあ、これなので電源入れて1分ぐらいで、まあ、徐々にあったかくなってきてます。なんか回路入れてるような感じっすな。あ、けど腰とかあったかいな、まあ、直接。けどさすがにな、これだけじゃ寒いだろ。これを着て、まあ、練習をしたらバッチリなんかなって。あ、けどあったかい、背中あったかいな。うん、とてもいい感じっすね。ちょっとこれでバイク乗れそうだから練習してみます。
い、瓶盛りの電熱ダウンをつけてちょっと練習したんですけれども、やっぱね腰と背中の方がもうこの高温だったら暑いね。暑くてもう練習ならんぐらいになってる今は。まあ、回路とかつけるよりはもうこういうのでやった方が暑いな。これマックスの状態だったら80度になるらしいので、もう結構暑くなります。もう練習しててもね、やっぱ体が温まってきたらもうあちこちになるんで、まあ、これはとてもいいかなと思います。まあ、沖縄の人とかでもね、まあ、ツーリングで走ったりしたらもう結構暑くなるので、ジャケットの下にこういうのを着るだけで結構なあの保温性能というか、まあ、高温になって温まるので、とてもいい商品だと思います。まあ、これでね、なんとか今年の冬は乗り切っていきたいなと思います。というわけで今回は冬のあったかアイテム、瓶盛りの電熱ダウンについて商品レビューでした。バイバーイ。よく引く。同じであったかいで、つけるか。何入ってるかというと、ベストじゃねえ。ベストじゃない。